1977年の下トン駅と周囲約500メートル範囲。上が浜トン方面。端式ホームに面2線と駅舎横の貨物ホームへ引き込み線。駅裏に副本線を1本持つ。下に見える木工所にも専用線が引き込まれている。かつてはここも木材搬出駅として駅裏の広いストックヤードにたくさんの木材が望みされていたが、 すでに北側がほとんど使用されておらず、工場の専用線もくさむしている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成課富別駅は、北海道江差市郡浜頓別町あざか富別にかつて置かれていた、北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号は首都、天根北線の廃線に伴い、 1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で単式ホーム1面1線を有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した分岐器を持たない防線駅となっていた。かつては単式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であった。交換設備運用廃止後は線路は撤去されたが、 ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の西側に位置し、ホーム中央部分に接していた。木造板壁で、木枠の窓の駅舎であった。当駅が所在した地名より。地名は、アイヌ語の東雲別に由来し、川の下流域にあることから、下を冠している。小さな集落がある。 1997年時点では、ホームのみ残存していた。2010年時点でも同様で、駅名標も設置されていたが、駅名標はレプリカであり、その他信号機も設置されている。ありがとうございます。